今回は条件付き確率について一緒に勉強していきましょう。まずは解き方の手順、キーポイントですね。 A の条件のもと B の確率というのを条件付き確率と言います。式はこうなりますね。分母にこの A の条件、 A の起きる確率です。で、分子に A の条件のもとの B の確率ですから、 A かつ B ですねの確率を利用しますと。で、この条件付き確率というのはセンター試験において確率の問題の一番最後で出題される場合が多いですね。ですのでここでマスターしましょう。で、この条件のもと B の確率、例えばこれですね、1回目に当たりくじを引くという条件のもと2回目に外れくじ、こういったのがこの条件確率になります。では解き方の手順ですね。キーポイント1です。 A の条件のもとの A の確率、この公式でいくと PA を求めましょう。ですからこの式でいうと1回目に当たりくじを引く、これがこの A の条件のもとの A の確率になりますね。では次です。キーポイントの2です。A となる条件かつ B が起きる確率を求めます。それはこの A かつ B ですね。英語で言うと AND ですので、 A の確率を出して B の確率を出して掛け算をすると求められます。ね、ですからこれでいくと1回目に当たりくじの確率を出して2回目に外れくじの確率を出して AND なので掛け算しましょうということで求められますね。で、このキーポイントの1と2でそれぞれこの PA と P の A かつ B ですね、求めたらこの公式に代入します。これがこの条件付き確率の解き方の手順ですね。ではこのキーポイント暗記しましょうか。一時停止ボタンを押して暗記してください。はい、どうぞ。ではいきます。空欄ですね。自分でどれだけ書けるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して確認してください。はい、どうぞ。では実際に解いていきます。1回目に当たりくじを引くという事象を A、 2回目に外れくじを引くという事象を B とします。では最初ですね。全部で10本のくじの中に当たりくじが3本入っていますね。ではこの事象 A が起きる確率はどうなるか。答えは10分の3ですね。10本のくじの中の3本の当たりくじを引きますよということで10分の3になります。では次ですね。こちらです。事象 B ですね。これは A かつ B ですね。 A が起こってなおかつ B が起きますよというこの事象になります。1回目に当たりくじを引いて2回目に外れくじを引くと。ではこれ計算するとどうなるか。答えはこうなりますね。まずこの1回目に当たりくじを引くというのは10分の3、これはここで計算しましたね。で、2回目に外れくじを引くというのは9分の7ですね。これはどのように求めるかというと、まず10本くじがありますよね。で、1回目で引きます。で、問題の中に引いたくじは戻さないとありますよね。ですからもう1本引いちゃったので残りは9本です。ですから分母は9ですね。で、分子の7ですけども、10本くじがあって3本が当たりなら7本は外れですよね。で、1本目で当たりくじを引いてるので外れくじの7本に変化はありません。ですからこちらは7のまんまですね。減ったりはしませんよと。で、これを計算するとこうなります。で、最後ですね。キーポイントでやりました。条件付き確率の公式に代入するとこのようになります。この分母の10分の3というのはこの事象 A ですね。分子の30分の7というのはこの事象 B ですね。 A かつ B の確率です。で、計算して9分の7ですね。今回はここまでです。ありがとうございました。